2020年東京五輪で運用予定のサンプリンセスホテルシップとは、クルーズ客船を港湾に停泊させ、宿泊施設として活用するものを言う。大規模な見本市やスポーツイベント等で宿泊施設の不足が予想される場合に、一時的に宿泊施設を増設することができる。イベント終了後は、通常のクルーズ客船に戻るため、ホテルの乱立による、 供給多を防ぐことができるというメリットがあるほか、長期休暇が取りにくい利用者にとっては、クルーズ船を体験する手軽な機械となる。国際的に広く活用されており、日本においても2020年東京オリンピックでの宿泊施設の不足解消のため、活用を目指して制度の導入が進められている。かつては日本でも1964年、 東京オリンピックや横浜博覧会等での活用はあったものの、当時の各種国内法の適用に関する整理がされていないことや、約30年が経過し法規制自体に変化が生じていることから、旅館業法や入管法の改正や運用整理が進められている。高速マリントランスポートが所有する防衛省向けのチャーター船である白王は、 災害時には被災者向けの宿泊施設として利用され、2020年の2月に発生したダイヤモンドプリンセス内で発生したコロナウイルスの集団感染では対応する自衛官の宿泊施設として使用された。上記のほか、川崎港が現品香港とエクスプローラードリームを利用する方向で協議を進めていたが、協定締結には至らなかった。ありがとうございます。